トゥルルルルトゥルルルル。なかなか出ないな。土田のやつ何やってんだ。2週間前、石塚は電話を待っていた。土田からの電話。友人の土田からの電話を待っていた。携帯電話は電源が入ったまま、じっと石塚の顔を見上げている。電話は石塚を待っていた。ひたひたとそれは近づく。電波は忍び寄る。トゥルルルル、トゥルルルル。電話は鳴り響く。石塚は電話を取る。電話は石塚に取られる。おい、遅いじゃん。石塚は気づく。電話は知っている。青白い画面に浮かび上がるのは非通知の文字。土田ではない。石塚は慌てて電話を切ろうと思う。ボタンを押そうと思う。電話の相手は許さない。電話の相手は語りかける。暗い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 。石塚からは血の気が引いた。この電話は普通のものではないと気づいた。石塚は電話を切った。同時に石塚の手首が切れた。石塚は痛みから叫んだ。傷口は滴る血で叫んだ。1週間前、石塚は電話を待っていた。土田からの電話を待っていた。手首には包帯、滲むような痛みがまだ続いている。トゥルルルルル、トゥルルルル。電話が鳴った。石塚はそれを取った。ボタンを押してから気づいた。また非通知の文字。急いで切ろうとする。だが電話の相手は許さない。痛い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 。石塚は電話を切った。同時に石塚の足首が切れた。石塚は痛みから叫んだ。傷口は滴る血で叫んだ。3日前、石塚は電話を待っていた。土田からの電話を待っていた。両手両足には包帯。ズキズキと耐えられない痛みが続いている。傷口がただれ、模様のようなものが包帯からにじみ出ている。時々塞がったはずの傷口が裂け、痛みが走る。その度に石塚は叫ぶ。痛みで叫ぶ。トゥルルルルル、トゥルルルル。電話が鳴った。震える手で携帯電話の画面を覗き込む。土田文也の文字。石塚は今までのことを相談するためボタンを押した。ふっと名前の文字が消えた。非通知に変わった。汗が噴き出た。また傷口が裂けた。血が流れる。包帯が赤く染まる。あははあははあははははは。電話は笑った。けたたましく笑った。ビリビリと窓が震えるほどに笑った。石塚は耳を塞いだ。手がべっとりと何かで濡れた。血だった。鼓膜が破れた。耳からドクドクと血が流れた。石塚は叫んだ。聞こえない自分の耳は叫びを聞くことはなかった。電話になんとか血まみれの手を伸ばした。石塚は電話を切った。同時に石塚の首が切れた。石塚の首は落ちた。傷口は噴き出す血で叫んだ。トゥルルルル、トゥルルルル。まだ出ないな。土田のやつ何してんだ。石塚は携帯を血にまみれた手で握りしめ、ただ土田に電話をかける。ふと電話がつながった。土田の声がした。暗い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 。石塚は含み笑いを込めて繰り返した。血まみれの体で繰り返した。石塚の周りからも声は繰り返されていた。何十人もの血まみれの人間たちがただ電話をかけていた。トゥルルルルル、トゥルルルル。土田は電話を切った。同時に土田の手首が切れた。